ただいま脱出ゲームのキュービックルーム2というゲームで遊んでいるところです。今回のキュービックルームは教室に閉じ込められている状態で、私は非常にある部分で行き詰まっております。分かれておりまして、かなりやりごたえがある内容となっております。楽しんでみてください。